どうもこんにちは、今回はですね冷蔵庫、車載冷蔵庫なんですけども、僕はですねクーラーボックスっていうものを持ってません。クーラーボックスを持ってない代わりにですね、こういった車載冷蔵庫を、ポータブル電源もしくは車のシガーソケットから、給電して使ってるんですけども、今まで使ってたものはですね18リットルのものでした。で今回はですね40リットルとかなり大型のものなんですが、以前から使ってた、車載冷蔵庫のメーカーさんからですねこの40リットルのですね車載冷蔵庫を使ってみませんかということで、ご提供いただきましたので、今回はですねこの車載冷蔵庫、こちらを見ていこうと思います。まずはですね取っ手をつけるところからなんですが、こちらが取っ手かな。一応ね工具もここについてるんですが、まずはこれを外せということみたいです。これを外して今ね朝の8時半ぐらいなんですが、もう風が冷たい。日差しはねあるんですけど、やっぱもう秋ですね。でこのね持ち手の部分をつけていきます。この持ち手の部分があるんで、どうしても、ね、横幅が出てきちゃいますが、一応車には乗るサイズなんじゃないかなと思います。車というか軽バンですよね。僕はいつも、ね、軽バンに乗ってるので軽バンに乗らないと、ね、意味がないんですけども、先ほど、ね、取っ手なしで乗せた感じであれば大丈夫そうでした。で、これですね、こちらにこれを挟んだら今度は反対側ですね、反対側にくっつけると。どうしてもですね、18リットルのものを今まで使ってたんですが、なんでね今回この18リットルではなく40リットルっていうすごく大きいものにしたのかと言いますとですね、18リットルでもいいもんなんですけど、例えばスーパーで買い物して肉とか魚とかそういった生鮮食品ありますよね。ああいったパックって結構でかいじゃないですか。でかいのでなかなかですね冷蔵庫の中に入りにくいとかそういったことが結構ありました。それと、うちは家族キャンプをやるので、家族キャンプの場合はですねやっぱりこう18リットルだとちょっとちっちゃいなと思う部分がありまして、これぐらいの大きさの方がいいんじゃないかなということで、今回は40リットルを、リクエストしたという感じです。よし、こんな感じでしょうかね。で同じように反対側もやっていきます。さあこんな感じでですね持ち手がつきまして、こうやって持ち上げるような感じになります。結構ね重たいですけどね、やっぱり40リットルなので重たいですが、実はね18リットルとそこまで、重さに大差はなかったりします。で気になる中身なんですが、こちらもこちらもね冷蔵庫です。冷蔵庫なんですが区切りができてまして、さらにですね仕切りを取り付けることによって1、2、3と3つの部屋に分けることができます。まあ、これいらないときはですね仕切りを外せばですねこういった広い空間ができますので、パックの肉とかですねそういったものを入れるときにはいいんじゃないかなと思います。まあ、一番いいのはですねこれが全部一つの部屋になっているのが一番いいような気がするんですけども、今回の冷蔵庫はですね高さがありますので2リットルのペットボトルをねそのまま入れることができます。でもう一つの特徴としてはですねここにライトがつきました。ライトがついたのでこう開けた時にですね暗くて中のものがよくわからないということなく、この冷蔵庫の中身をですね確認しやすいというような作りになってます。まあいらなければですねカゴ自体も外しちゃっていいんじゃないかな。このカゴない方がもしかしたら使いやすいかもしれないです。で、僕はといえばですねおそらくなんですがカゴをね外したまま使いそうな気がします。で電源に関してなんですが、今まで通りですねこちら AC ですね AC コンセントから給電するかもしくはこのシガーソケットから給電するというような形になります。まあ、ポータブル電源で使うときは、まあ、どちらでもいいとは思うんですけども、このコンセントがあることによってですね家でも使えるというのはかなり便利なんじゃないかなと思います。はい、でこちら大きさの比較なんですけども、左側が18リットルのもので、右側は40リットルのもので、高さの違いはあるんですけども、横幅はですね実はあんまり変わらなかったりします。こんな感じでですね横幅が変わらないので、まあ、軽バンにも乗るだろうということで今回は40リットルを選んでみました。さあそれではですね電源をつけてみましょう。でこれ以前のものはですねここシガーソケットにこう差し込んでも
ちょっと抜けてきちゃう感じだったんですが、これはどうでしょうか。ちょっとやってみます。こう押し込んどくとつくんですけども、離すとやっぱり電源が落ちちゃうんで、これがねちゃんと差し込まれてないんだと思います。これの解決方法としてはですね、ここにインシュロックを巻いてグッと押し込んであげると問題なくつきますので、これはねやっぱりちょっと加工が必要なんだと思います。ここですよね、ここをもうちょっとなんとかしてほしいなと思うんですけどね。さあ続いてはサイズ感ですけども、どうだろう、座席に一つぴったりちょうどぐらいですかね。一応2つ並べてみましたが、まあ、やっぱりね高さはかなりあると思います。ただやっぱりこのね大容量は魅力的ですよね。はい、今度はね荷台に乗せてみました。荷台に乗せた状態だとこんな感じ。以前ですね車中泊の旅というのをやりましたが、その時のねレイアウトがこんな感じになってました。後部座席片側を倒した状態で、その上に冷蔵庫を置くという感じでやってたんですけども、でこちら側はですねベッドですね。今小さい冷蔵庫がある方はベッドを置いてました。どうしてもね斜めになってしまいますんで、まあ、もうちょっと平らになるような努力をした方がいいのかな。ただ、うまいことやればですねこの上が机みたいになってますんで、ちょっとしたテーブル代わりにも使えるんじゃないかなという感じがします。それではですねこの冷蔵庫の中いろいろ入れてみましたので、中身を見ていこうと思います。結構ねこの中今入ってるんですが、まずこちらの部分ですね、こちらの部分なんですが、この6本入りの缶はねちょっとそのまま入りません。開けてみると、なんかちょっと微妙な入り方する感じですね。6本かな、この中6本ですね入るのは。縦にすれば6本で、ただ横も入るんだろうか。いや横入んないな、これなんかすっごい微妙な感じで入らない感じですね。500ml 缶、500ml 缶は縦に入ります。蓋も閉まります。ただ 500ml 缶は入るんですけども、ペットボトルはね入りませんでした。なのでとりあえずまあここ6本ですよね、ここに6本入って、まあ、こんな感じで入れるようなイメージですかね。うん、これなら入るので、6、7、8、9、10、10本ぐらいですかね。10本ぐらいだったら 350ml 缶がここに収納できるという感じです。でここなんですけども、ここのね下にね2つなんか穴があるんですよ。不可解な穴がありまして、何の穴なんだろうって思ってるんですけど、なんだろうなこれ。まあとりあえず穴があります。で、先ほどですねちょっと説明してなかったんですけども、こちらの部屋のこの内側ですね、これはアルミでできてます。まあ、中が金属でできてるっていうのはね保冷にはすごくいいですよね。でこの中にはですねとりあえずこっち側に置いていこうと思います。 350ml 缶が、まず6本、7、8、ここに8本ですね入るような感じになってます。なので多分これ相当入りますよ。6本、こっちにも入れてみようかな。ここだけで16本、 350ml 缶が入ります。で高さ的にはね2段は積むことができるので、8に16の32本、ここに32本、 350ml 缶が入ります。この大容量っていうのをですね生かそうと思うと、家族キャンプをしたりとか、あと3泊4日ぐらいの旅をしたりっていうのが一番いいのかなと思います。でねまだちょっと入れてみますよ。牛乳3リットル入ってますからね。これあとはこんな感じで入れちゃいましょうか。こういったねパック系のものってなかなか、18リットルの時は入れにくかったんですけども、まあ余裕で入ります。でよくあるですねこういったスーパーで売ってるピザ、これもですねそのまんまこうやって入れることができます。
こういう縦に入れても全然余裕です。あとはこちら側ですよね。こちら側も、まあ、お惣菜を入れたりするのにもちょうどいいのかなと思います。あとですね、このカゴを使ったパターンっていうのも撮ってみたいなと思います。まあ、せっかくね仕切りがありますんでちょっとやってみましょう。仕切りがあるとね、逆にちょっと使いづらいのかなと思ったりもするんですけど、仕切りがあると逆に使いにくいっていうことは十分考えられそうですね。こんな感じだと。よし、じゃあちょっとこれをねどけちゃいます。今度はね2リットルのペットボトルを入れてみたいなと思います。どれに入るだろう。このね下の段が本当に邪魔なんですよ。下の段が邪魔だからこれない方がいいと思うんだけどな。この感じだと2リットルのペットボトルは7本入りそうです。こんだけ入ればね十分じゃないでしょうか。今度はですね、冷蔵庫がどれぐらいの速さで冷えるのかを実験してみました。まず電源を入れる前ですけれども、だいたいですね24度ぐらいの温度でした。設定温度は一番低いマイナス20度に設定します。電源を入れてだいたい15分後ぐらいで温度は10度近く下がってます。こうしてみるとですね、なかなか冷たくならないというような気がするんですけれども、これなぜですねこれぐらいの温度になっているかと言いますと、温度計がですねかなり高い位置にあるからです。冷凍エリアの底に近い部分に置いてあった温度計は、マイナス8度ぐらいを示してます。電源を入れてだいたい1時間半後ぐらいには、マイナス10度を下回りました。ということで、冷凍エリアと冷蔵エリア2つに分かれてるんですが、これはですね高さの違いによって、温度差が発生しているということが分かりました。以前のものと比べてですね、横幅はほぼ変わらないんですけれども、高さを作ることによって大容量を実現した冷蔵庫となってます。まあ、車のバッテリー上がりを心配する必要のない冷蔵庫となってますので、シガーソケットにつないで運転中に使う分にはできるだけ温度を下げておいてですね、冷蔵庫と冷凍庫という感じで使ってもいいのかなと思ってます。この冷蔵庫なんですが、メーカーさんからですね10月1日まで使えるクーポンコードをいただいています。このクーポンコードを使えばですね、1500円の割引になりますので、興味のある方はですねこのクーポンを使って、この機会にぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ということでですね、これからのキャンプだったり、車中泊だったりっていうのはこの40リットルの冷蔵庫を使って快適に過ごしたいなと思ってます。今回は車載冷蔵庫のご紹介でした。それでは